全体としてやっぱりカープ今シーズンの課題は、5位6位に勝たなさすぎですって。あドラゴン借金が10ぐらいならしょうがないんですよ。でも借金25、26、はい、まあ当然まあ他の SNS とか、はい、スポーツニュースで見る今シーズンのヤクルト中日の借金25、26のチームに、はい、借金3と5割ってないんですね。で今シーズンカープの下馬評が低いのであまりクローズアップされてないんですね。そうですね、はい、ここに勝てないことに関して。でも今シーズン全体の結果で見たらジャイアンツは3、4、5、6で貯金22作ってるんですね。そうですね、はい、21作ってるんですね、阪神とカープで借金21で結果5割そうですね近いになると、はい、で阪神も3、まあ、貯金36ぐらいあるとなると、ほぼほぼここで借金貯金20ぐらい作ってるんですね。そうですね、はい、でカープ借金貯金3ってないん。それがその課題がやっぱり1位までいけなかったっていうところですね。これが結局新井監督、まあ今シーズン、まあ当然下馬評が低かったところからのスタートなので、しょうがないって言っていい面もあるんですけど、そうは言っても、勝たなきゃいけないチームに勝ってないよね。すると、ここ4年3、はい、まあここ4年だと思うんですけど、カープ、神宮で勝ってない課題を解決してないんですね。浅岡さんになってからってことですか。いや、尾形さんの4年目ぐらいからですね。ああ、そういう意味ですね。あ、じゃあもっと前からですね。笹岡さんの3年はどうしようもない負けてるんですが、そうですね、尾形さんの4年目の後半ぐらいから神宮全く勝ちきれてない。これ不思議ですけど、やっぱり神宮独特何かあるんですかね。神宮独特はあると思いますけれども、それは言い訳にならないのは他チーム勝ってますので、そうですよね。何なんでしょうね。要は松田と神宮、まあ当然ホームランが出やすい球場とかね、打撃戦の問題があるんですが、圧倒的にカープの問題は塩見一人にやられるんですね。そう、塩見がいない試合は勝ってるんですよ。怪我でいない、いやまあ松田で塩見がいないとか、神宮塩見戻ってるとか、メンバー見たときに塩見がいるとカーブ勝ってないんですよ。今塾長の言う試合どうやったら、まあ状況にもよるんですけども、これ得点圏とかするとまあ勝負どころってあるじゃないですか。あります。じゃないですか。関係ないんですよ。塩見がいた時点で負けてるんで。ならもう塩見が打ってるとか打ってないで負けてれば塩見の警戒度なんですけど、センター塩見が入った時点で。カープ点も取れなくなるんですね。なんでですか。あ、打ってるからじゃないんですね。入ってると打ってるだけじゃないんですよ。ああ。塩見がセンターに入ったことによってヤクルトの両翼が固まるっていう面があるんですね、カープセンターに。そうですね、はい、なるほどね、だから守備位置等々で塩見一人でシオミがじゃあカープ戦に3割打ってるとか3割5分打ってるとか得点圏打率4割あるとか打点が多いではないんですよ。シオミが出た瞬間にカープ勝てないんですね。しかも1点足りないんですよ。
塩味が出て、かつ神宮球場ってことですか。になると1点足りないんですね。で、塩見がいないと 3-2 とか 2-1 とか1点で勝つんですよ。塩見がいたら 3-2 とか 2-1 とか 6-5 とかでカープ1点差で勝つんですけど、塩見がいた瞬間に1点差で逃げ切られちゃうんです。そうですか。これまた、こう、前の阪神だと、西投手の方にいて、やれとか、今年もね。西秋山とかね。要は、あと、はい、今回中日にやられたのは、カリステとか、細川とか、はい、要は、カリステは極端に弱いですね。何が弱いかというと、今回中日にカープが唯一やられたのは、去年まで中日にいなかった選手に全部やられたんですね。ああ、そうですね。あと、宇佐美が途中入団で、結局サヨナラホームランを打たれてる。要は、宇佐美にやられてるんですね。だから、カープにしてみたら、中日の負けって、去年中日にいない選手に全部やられてるんですね。先ほどの塩見選手とかね、まあ宇佐美選手とかだったらまだいいんですけども、カリステ選手って育成から今年上がったばっかりで、まあ他のチーム打ってない。なんですけど、カープだけでホームラン4本、3本打ってますよね。はい。極端ですね。これがね、カープは、中日の選手に関しては、細川もそうなんですよ。カープでめちゃ打ってるんですね。結果、勝ち越しになるような打撃をしてるんですね。で、これは厄介なのは、去年カープにいない、中日にいない選手にカープは中日にやられてるんですね。なるほど。良くないですね。それは非常に良くないですね。まあ当然、中日のピッチャーが悪くないので、はい、要は、結局、このいなかった打者にやられて、1点差負けで、中日に5割になっちゃうんですね。そういうことですね。だから、総合戦力よりカープが上のはずなんだけど、要は、初元に弱いと。まあ、ピッチャーで言われるんですけど、はい、カープの場合は、実は初物の打者に弱いんですね。これなぜですか？なんかスコアウトとか。なぜかというと、逆に言うと、スコアラーの研究が、データがいっぱいあることに関しては対処できますと。データがない選手に対処できてない。そういうことですね。これを課題として本当にカープ持ってるんですか？だからよく言われるのはカープがクライマックスの新戦力にやられるとか、一番は日本シリーズで全く勝てないっていうのは、結局データの蓄積がないチームにやられてるんですね。だから短期決戦に弱いんですかね。要は短期戦線になった時って何が厄介かというと、今交流戦があるとはいえ、交流戦同行の積み重ねたデータは役に立たないことが分かってないのかなと。そうですよね。そこまず集中力が違いますよね。そうですね。それとカープの問題と他チームの、これは年俸上というか、査定の問題で、カープはクライマックスと日本シリーズの査定というのは特別裁定がないんですね。要は、いくら日本シリーズで MVP 取ろうとも、このために3000万、4000万上がることはないんですね。シーズンと日本シリーズ全体の評価として、
年俸に反映しますよと。ああ、なるほど。ボーナス枠みたいな。カープのボーナス差ではないんですね。クライマックス日本シリーズに。いくら何しようとも。うん、ところが、他チームは査定してるってことをカープは分かってんのって話なんです。だから、要は、彼らにしてみたら、クライマックス日本シリーズ活躍したら、年俸が1000万、2000万、3000万ぐらい違うよっていうのと戦ってることが分かってないのかなと。なるほど。これ大きいですね。プロですからね。要は、あっという間に上がりますよね。ジャイアンツ、DeNA、はい、ソフトバンク、オリックス。たった日本シリーズで活躍だけで上がってるんですよね。極論言うと、では、まあ、シーズンあんまり良くなくても、もう最後の日本シリーズとかシーズン、ね。そうですね。あの、シーズンは、まあ、ずっと出てるけど、まあ、うん、言い方悪いけど、6勝6敗ぐらいだけど、日本シリーズ2勝したら2000万ですからね、うん、アップ。うん。うん。カープそれしませんので、うん。わかってんのって話なんですよ。それやんないと勝てない可能性ある。そうですね。まあ、カープがその査定が間違ってるとは私は思わないですね。カープの球団形状、うん、それが間違ってるんではなくて、他チームはそれをやってるから、クライマックスの日本シリーズで別人の選手になるんですよって話なんです。うん、でもまあ、全体的にみんながやってることだったらカープを回した方がいいんでしょうね。私もやった方がいいとは思う面はあると思いますよ。明らかに年俸変わってますので、他のチームは。で、そこで明らかに結果出してきてます。そうですよね。ですよ。で、これをカープは見余ってるから、結局負けるんですね。うん、そう、日本、まあ、例えば、浜口のノーヒットノーランに近い、1アンダーピッチングとかね。DeNA で言えば、まあ、日本シリーズ、結局、1勝4敗とはいえ、でも、そこで結果出した時の年俸、上がってますの。要は、シーズン中以上に結果的には上げてますので、一生の重みとか一つの活躍の重みが全然違う。全然もうクライマックスと日本シリーズというのはシーズンと違いますよと。だからシーズンの契約は契約なので、この評価ですと、うん。だけどカープが問題なのはクライマックスと日本シリーズもシーズンと同じですってやってることをやりすぎてるので、他チームがそこは特別評価ですっていう、なんていうかな、火事場のバカ力の評価を低くするから負けるんですよね。そうですよね。そうなんでしょうね。いや、多分プロ野球なんで、やっぱ当然。まあ、お金稼ぐために彼らプロにいるんで、しかもそれが1000万、2000万の違い。なんですよね。200万、300万ではないので。そうですよね。それは、やっぱりさ、まあ、要は最多勝の特別ボーナスみたいなもんなので、1試合頑張れば、最多勝並みの年俸が上がるわけですから。例えば、カープにその仕組みがあれば、日本シーズンもしカープが行けたとしてですね。例えば松山選手とかがいきなり3本ぐらいホームランってしまう可能性があると、今年ゼロですからシーズンでは、まあ、そういうこともそういった奮闘とかがあり得るってことですね。あり得ると思います。でカープの4本柱が要は逆に言うと、ピッチャーは揃ってるわけですね。先発、まあ抑えもいるし中継ぎもいますけど、はい、この4本が8回2点ぐらいで勝ってしまえば1000万上がりますって言ったら多分4立てできるはずなんです。そうですね。ところが、いくら
はシーズンと同じ投球して、シーズンと同じ投球でしたねって評価だと、カジバのバカ力からの期待はない。言い方変えれば、たった4000万配布すればですね、勝てになったら配った方がいいんじゃないかと思うんですけど、安くすぎますよね。それは特別ボーナスの話なので、出せばいいだけなんですよ。他チームはやってるわけですから。はい。日本シーズンに出て優勝してしまえば、球団経営として4000万ぐらい、すぐ営業収益がありそうですけどね。だって、まあ2位とかね、優勝すれば、まあ本拠地開催ですから、まあ基本的に4億入るって言われてるわけですね、本拠地開催。そうですね。まあ、まあ、2位だとまあ3試合なんで、まあそれでも4億だと。で、まあ優勝だと、まあ、これがね、全試合やることはないので、まあ4試合で結果出したって4億だと。まあ4億は6億と言われてるわけ。そうですね。ですよね。だからそれだったら、出しちゃえばいいじゃんと。そうですね。そこが、ロッテソフトバンクが強いのは、出してますから。で、勝てば、多分その次の契約というか、CM とかですね。で、カープの選手が CM 出れば、それはカープに 何パーセント落ちでしょうから。そうなんですよ。で、そこがうまいのは、ソフトバンクとロッテは、別にそれ特別ボーナスなので、基本年俸から次の年にプラスにしてるわけじゃないんですよ。そういうことですね。だから彼らがその一試合頑張った成果に年、まあ、契約上は払ってますと。ああ。総年俸は払ってますと。ただ、見てると、次の年の昇級を見ると、あ、これはクライマックスと日本シリーズ用だったなっていう年俸アップしかしてないんです。なるほど。だから、角中なんかがそんなに高くないんですよ。クライマックスあんだけ打ったって。ね、なるほどなと。シーズンの年、まあ、要は、今言われてる年俸で、まあ、ヤフーとかね、各球団が、私いくらもらいましたって数字が出てんのって、それって、その年俸今シーズンもらいましたなんですけど、次の年のアップ率を見ると、あ、クライマックスと日本シリーズ、入ってないなっていうアップ率になってますので、大きいですね。なるほどね。だからここをカープもやらないと、ちょっと後々が厳しそうですね。要はその今要はまあ各企業もそうですけど、まあ、給料等々も細分化されてますから、シーズンの年俸とクライマックスに日本シリーズで分ければいいだけなん。ああ、そういう見方もありますね。ですよ。だから、来シーズンの、まあ、基本給の年俸アップは1億6千万なら1億6千万ですよ。ただ、今シーズンクライマックスと日本シリーズ頑張ったので、2億4000万ですと。ただ、来シーズンの査定のアップの時に、2億4000万が基準ではないですよってやればいい。まあ、出場したらいいってもんじゃないですしね。どうしてもその、なんていうんですかね、シーズン中心の査定だと、出場することが前提なんだけど、それも重要だけど、やっぱり、あんま試合数じゃなくても、重要な試合に活躍するってことも重要なんだと。重要なんですよ。で、現実はやっぱり、日本シリーズと、クライマックスの収益が、かなり大きくなってる時代なので。そうですよね。ここを、
この4試合のためだけに年俸アップを認めるわけにはいかないっていうのはわかるんですよ。うん。まあ実際、日本中でプロ野球は、CS の時は2試合だけ。その1日で見たら。に、日本シリーズの時は、CS の時は2試合。で、日本シリーズの時はその日は1試合しかないわけですからね。そうです。大きいですよね。だからそこの、その評価、はい、評価基準を、カープが古いなっていう。そうですね。やっぱりソフトバンクは、まあ、ロッテもそうなんですけど、明らかにクライマックスと日本シリーズ査定は別、まあ、特別ボーナスって形で、3、4千万勝ったら乗せてますので、そうですね。はい。まあ、これは今年全体の振り返りでした。はい、塾長ありがとうございました。ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。